ここどこだろう。嫌だわ、私ったら考え事に夢中になってどこを歩いてるかもわからなくなるなんて。葵、少しは休まないと。あら、大丈夫よラブラモ。私ね、今は少し気分がいいの。だけど顔色は良くないわ。私は葵が心配なの。ごめんね。何をしているんだろうね、私。葵？取り返せない過去にすがって、自分の悲しみにばかり目を向けて、調和と協調が大事だなんて言っておいて、結局私が一番勝手をしてしまっている。葵、大丈夫？今頃みんな心配してるのかしら。そんなの決まってるでしょ。だって葵は仲間なんだから。そう、そうよね。ラブラモ、一つ聞いていいかしら。どうして私についてきてくれたの？こんなことをしている私を止めるのが怖かったから。こんなこと？葵は何をしようとしているの？これじゃあダメ。葵？ごめんなさい。自分でもよくわからないみたいなの。まだ頭の中がぐちゃぐちゃしてて、胸が張り裂けそう。ねえラブラモ、私はこれから誰に相談したらいいのかしら。私じゃダメ？サキの代わりにならない？同情してくれているの？うん、違うわ。私はあなたのパートナーだもん。パートナー？そう、パートナー。だから何があっても葵から離れない。私は人間じゃないから頼りがいがないかもしれないけど、葵とどこまでもずっと一緒、あなたに寄り添うの。葵の不安も後悔も悲しみも全部私に教えて。私が葵を受け止める。葵の心を丸ごと受け止めるから。ごめんね、ごめんねラブラモ。もう葵ったら、そういう時はありがとうでしょ。うん、ありがとうラブラモ。あなたがいれば私今の何？茂みの奥から何か聞こえた？誰？まさかあなた。ディエモンがどうしてここに？気をつけて葵。ひどく傷ついてる。放っておいたら死んじゃう。葵！ラブラモ、この子の傷を治してあげて。え？お願い。来るな。意地を張っていると損をするわよ。ほら、
もう私たちを振り払う力もないじゃない。人間、なぜ私を助けようと。本当にあなたは強いわ。私たちはかなり追い詰められた。今この世界が消滅しようとしているのは知っているでしょ。だからどうしたというのだ。わからん。そんな時に私たちが争っても何も変わらない。でもみんなで協力すれば解決できるかもしれないから。直すけど、葵、油断しちゃダメだからね。はい、治ったわよ。本当に少しだけどね。よかった。さあピエモン、答えを聞かせてちょうだい。ああ、私の答えは決まっているとも。誰が協力などするか。お前たち人間のせいで。え？あ！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 に、こ、愚かな人間ごときに情けをかけられたくらいで私が懐柔されるとでも思ったか。私を騙した。貴様の仲間が貴様の死を知った時の顔が見られぬのが残念だ。よかったな人間、貴様の情けは見事私の役に立ったぞ。私と共に滅べ人間め。貴様の情けが貴様を殺すのだ。美しいな、宿敵の死に様を拝むっていうのはな。どうして私はあなたを理解しようと調和と協力を間違ってなんか。貴様ごとき人間に私のことが理解などできるわけがない。嘘よ。じゃなかったら私は、私の答えが誰か教えて、答えを、正しい答えを。
葵さん、葵さん、ナブラモン、なんだよこれ、どうなってんだよ。むごいことを。来るのが遅かったようだな。てめえがやったのか。葵さん、ラブラモン、今行くから。おっと、近寄らせるか。見え、ピエモンがそっちへ行った。危ねえ。邪魔を。お兄ちゃん。ミュウ、大丈夫か。うん、お兄ちゃんがかばってくれたからうちは大丈夫。でも葵さんとラブラモンが。葵さん、ラブラモン。くそ、ピエモン、てめえ、そこをどけ。早く葵さんを手当てしないと、このままじゃ。そうだ、お前たちのその顔が見たかったんだ。そこでこいつが死ぬのを見届けるがいい。黙って見ているわけないだろう。愚か者ども、
どう暴れてやるか。俺たちの勝ちだ。葵さんが、葵さん、おい、目を開けてくれよな。大丈夫だろなあ。もう敵は倒した。助かる。君は助かる。気をしっかり持つんだ。傷が深い。このままでは。なんてこった。おい葵、死ぬな。くそ、おい葵、おめえ何寝てんだ。やめろドラクモン、ゆすったらますます傷に触る。でもどうしたら。ねえ誰か何とかしてよ。このままじゃ葵さんが。いかん、目が濁ってきた。これはもう。しっかりしてよラブラモン。葵を助けられるのはラブラモンだけだろ。葵とラブラモンがいなくなったら、そんなの絶対に嫌だよ。そんな。こんなの、あんまりだ。大切な仲間が死んでいくの、止められないなんて。
ラブラモンも葵さんの手を取ろうとしてるみたいだぜ。やめて、こんなのまるで最後みたい。このまま触れさせてやれ、ミュウ。パートナーの手を握らせてやるんだ。満足だ。貴様らの仲間を一人道連れにしただけでもな。まだ言うかてめえ。おい、タクマ、なんだこれ。黒い光だ。葵さんとラブラボンの手が触れているところから。それでも葵さんはラブラモンの手を握ろうとしているみたい。これこのままでいいの？ねえ。こいつ、いきなり現れて。葵とラブラモンは、やっぱりそんなわけない。これが葵さんだなんて信じられない。タクマ、ラブラモンの気配がする。ああ、それに葵の気配もな。しかし、どういうことなのだ。同時に二人の気配がするなどと。わからないけど、間違いないわよ。ラブラモン。そんな、じゃあやっぱりこれが葵さん。さてと、たくま、あれ、うお、あいつ、いつの間にピエモンのところに。したんだ。死んでる。まさか今の葵くんの一撃でなのか。なんで葵さんが。ピエモンにとどめを刺したってことは、姿が変わっても俺らの味方だよな。わからん。破壊衝動の可能性もある。油断してはいけない。あの葵さん、ザキさんを感じる。この世界の一部となって私を応援してくれている。え、今の私なら何でもできる。この世界を救うことも、立て直すことも、
そして私の名のもとに調和と平和をもたらすことを。そのためなら邪魔する子は全て排除できるって。そっかそれが正しい答えだったんだ。なんだ、私は間違っていなかったのね頭がさえ渡っていい気分だわ。葵さん、葵さんなんだろ。一体どうしちゃったんだよ。まさか修士のように暗黒進化か。葵、違う、私はそんな弱い姿を捨てたの。私はプルートモ。プルートモ、何を言って。怖がる必要はないわ、タクマくん。大丈夫、私は私、安心して。みんなは私が救ってあげるから。え、それってもしかしていい感じに進化した葵さんが俺らを守って戦うってこと？なんだよそれ、なんかすげえじゃん。 おい、ミノル。なんだよ、そんな警戒すんなって。だってプルートモンは葵さんなんだろ。ええ、そうよ、救ってあげるわ。みんな仲間だもの。私がラブラモンと一つになったように、みんなが一つになればいい。え？一つって。葵さん、今のどういう意味なの？一つになればお互いを理解する。勝手な行動を取る人もいなくなる。人間も獣たちもみんな私と一つになって同じ気持ちを共有するの。私の中のラブラモンも賛成してくれているわ。大丈夫、私が正しい道を、調和と協調の美しい道へと導く。そう、そのためにはあいつの力が必要なの。みんなを飲み込んでいるあいつの力が。何を言ってるんだ。ちっともわからないぞ。あいつって誰だ。どうしちまったんだよ、言ってることの意味がまるっきりわからねえ。みんなを飲み込んでいるあいつの力、まさか。いや、違いない、そのまさかだ。何がですか教授。葵さんは何をしようと。彼女を止めるんだ、タクマ君。葵君は主を、いや、すべてを破壊するつもりだ。そう、教授は反対なのね。だったら葵さん、やめてくれ。葵さん、どうして僕らが戦わなきゃいけないんだ。タクマ、説得は無理だ。ここはひとまず応戦するしかない。タクマ、僕が行くよ。邪魔をしないでちょうだい。
俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。たくま、大丈夫？一瞬過ぎて、わからねえ。なあ、一体何が起きたってんだよ。ち、なんてやべえ強さだよ。言ってって。多分だけど、葵さんが俺らを一瞬で吹き飛ばしたんだと思う。嘘、こんなの。どうして葵さんがこんなこと。ともかくこれではっきりした。ええ、認めたくはないけれど葵は僕たちの敵なのか。敵？いいえ、私は導きたいだけよ。あなたたちの間違いを正してあげたいの。でも君たちは一回目だものね。だから手加減してあげたの。間違いは誰でもあるもの。だから最初の一回は許してあげる。でないと何が悪かったのか、何が間違っていたのか気づくこともできないものね。でもこれで分かったでしょ。2回目は絶対に許されないってことも。いい、もう一度自分勝手なことをしたら本気を出すからね。私が導く平和に私の邪魔をする悪い子はいらないのよ。こんな葵さん嫌。正気に戻って、お願い。あら、ミュちゃん、何か言った？それって2回目になっちゃうけど。バカやめろ、黙っとけ。そう、そんな感じ。兄弟だって仲良くが一番。わかるでしょ？調和と規律が大事なのよ。
静かになったわね、いい子たち。さて、もう行かなきゃ。感じるのよ、力を。あいつはすぐそばにいるわ。サキさんを殺したあいつらが。消えた。なんだあれって。僕にわかるもんか。けどこのままにしておいたら絶対にヤバいことだけはわかる。葵さんはどこに行っちゃったの。おそらく絶大な力を手に入れるために武士の元に向かったんだと思う。武士がどこにいるかわかるのか。そういえばレナモンはミユキがいるところも知ってるって言ってたよね。ああ、神社だ。あそこの祠の地下に武士とミユキはいる。まずいな。あの口ぶりだと葵くんはミユキくんともども奴を倒すつもりだぞ。ミユキともどもって、それってつまり俺たちは元の世界に戻れなくなるってことか。嘘。こうしちゃいられねえ。すぐにプルートモンを追わねえと。いよいよ最後の戦いになるかもしれないね。ああ、みゆきを助け出せるかどうかもプルートモンを止められるかどうかにかかってる。ねえ、ジジモンたちはどうするの。このまま放ってはおけないよ。そうよね。一度校舎に戻って体勢を整えたらどうかしら。ああ、そうした方がいいかもしれん。少し気持ちの整理も必要だろうしな。チビどもの様子も見といた方がいいだろうしな。うん、タクマもそれでいいよね。ああ、そうしよう。